これから内田篤人選手からのメッセージです。そんな大した話しないんで大丈夫です。今日僕はここでサッカー選手を引退します。なんだっけな、鹿島アントラーズというチームが数多くのタイトルを取ってきた裏で、多くの先輩方が選手生命を削りながら勝つために日々努力してきた姿を僕は見てきました。僕はその姿を今の後輩に見せることができないと、日々練習していく中で体が戻らないことを実感し、このような気持ちを抱えながら鹿島でプレーすることは違うんじゃないかと、サッカー選手として終わったんだなと考えるようになりました。もう一花二花咲かせたいと日本に戻ってきましたが、その中で隣に寄り添ってくれたトレーナー、まだやれると背中を押してくれたザーゴ監督、大岩前監督、いい時も悪い時も共に過ごしたサポーター、ファン、スポンサー、そしてチームメイト、本当にありがとうございます。このようなシーズン、チーム状況で僕の決断理解してくださった強化部、監督、そしてチームメイト、本当に申し訳ない。日の丸を背負ってプレーする重さも、殺気のあるドイツでのスタジアム、辛さも嬉しさも全て僕の財産です。もう少しだけ、この話を聞いているプロサッカー選手を目指す子どもたち、サッカー小僧の皆さん、鹿島は少し田舎ですが、サッカーに集中できる環境、レベルの高さ、そして今在籍している選手が君たちの大きな壁となり、ライバルとなり、偉大な先輩として迎え入れてくれるはずです。僕はそれを強く願います。最後に、サッカーを通じて出会えた全ての人たちに感謝します。また会いましょう。